やってきましたハーモニーチャンネル、今回はクラッシュ訪ね隊です。リポーターの若槌です。今日は伊賀の王様邸をご紹介します。では行ってみましょう。王様邸は100住宅ウッドボックスシリーズのロスパです。玄関の前にはのんびりくつろげるウッドデッキがあります。お家に入ると2階につながる階段と吹き抜けがあります。お気に入りの靴が多いのでシューズクロークは大きくしたそうです。リビング、ダイニングに入っていきます。キッチン、ダイニング、リビングは一つの空間になっていて、家事や料理をしていても家族みんなで会話ができます。ソファーの前には大画面のテレビが置かれていて、その横には可愛いおもちゃとフィギュアが置かれています。ダイニングの広さ、吹き抜けの開放感がロスパに決めた理由です。オープンキッチンはダイニングと隣り合わせなので料理が運びやすいです。この後ろにはシェルフがあり、シャレな食器が並んでいます。洗面スペースを広くし、朝の準備がしやすくなりました。お風呂はすっきり広めになっています。1階の6畳のスペースはこれからもう一つの寝室にする予定です。トイレはタンクレスですっきりしています。続いて2階に上がっていきましょう。寝室は2つあり、どちらも広めのウォークインクローゼットがついています。階段横から歩いていくとロフトがあります。お昼寝もできるゆったりとしたスペースになっています。王様邸はいかがでしたか。今回はウッドボックスのロスパをご紹介しました。ウッドボックスは他にも7種類ご用意しております。気になる方は下の欄からどうぞ。